8回を開催いたします。はじめに山口代表から挨拶があります。はい、おはようございます。来週14日から訪中をしてまいります。4名の団、私と斉藤幹事長代行、そして西田誠参議院議員、さらに富山文彦衆議院議員、その他職員の皆さんと団で行ってまいります。延期ということにはなりません。ということでありますので、この現下の国際情勢の下で、日中の尖閣事件で、少々揺らいだ関係というものについて、今後の日中関係の改善、また明年は日中の条約締結40周年という重要な節目になります。この点でのこの機会を捉えて、日中の関係が末永く恒久的な友好関係につながるような、その道筋をつける役割を果たせればいいなと思っております。それと同時に、この北朝鮮のをめぐるその東アジアの状況、この点についても日中韓、そしてまた日米韓、それぞれの役割というものがあると考えております。それらについても、この日本の考え方をしっかりとお伝えし、また中国の役目についても意見交換をさせていただきたいとこう思っております。その他にも長く我が党として教育文化の交流に果たしてきた役割もございます。これらについても今後のさらなる関係の進化に向けて、また意見交換をしてまいりたい。さらに経済発展が著しい中国であります。新しいこの開発に対して日本の環境面での協力に期待する声もあるところでございます。これらとの協力のあり方についても現場の視察等も含めて、つぶさに見てまいりたいと、こういろんな可能性を探ってまいりたいとこう思っております。それとまた国内について今後来年度の予算編成、税制の改正、さらには政権の運営をめぐっていろいろな動きが出てまいります。我々としてもしっかりそれぞれの立場で情報をきちんと掌握し、党として結束をして当たってまいりたい。合わせて来年の統一地方選挙、今茨城県議会議員選挙が始まっておりますが、ここでしっかりと勝ち取って明年の勝利へ向けてこの我が党の体制を固めてまいりたいと思います。以上、年末年始多忙の中でありますが、健康無事故で団結をして頑張ってまいりたいと思います。以上です。皆さんお聞きください。